前回お届けした謎の公園なんですけれども、こちら大田黒公園っていうところで、大田黒元さんっていうこれ音楽評論家の方なんですね、のこう屋敷跡を日本庭園にして、まあ日本庭園っていうけど、まあ確かに日本庭園なんだけれども、なんかこう、そうですね、それこそ江戸時代とか昔からの お寺にあるようなね、日本庭園とやっぱりちょっと違って、すごく西洋的な匂いのする庭園なので、多分その昭和56年に開園ってありますから、なんかそんな、なんだろうね、こう昔ながらのって感じではないんですけれど、非常に立派なところですね。でちょうどね、この記念館になっていて、こちらね、記念館になってまして、中は撮影禁止ってなるんですけど、中入るとね、こう本当に歴史的な価値のありそうなピアノが置いてあったりして、でなんかこうね、弦楽合奏の演奏なんかも流れていて、とてもラグジュアリーな空間があって、多分演奏会もね、たまにされるみたいなんですね。ピアノの耐久性を考えて、あんまりこう、そんなに頻度は高くないんだけれども、演奏会もされているらしいですね。なかなかこっちの方に少し、ちょっとした公園ゾーンがありますね。うん、ここはなんかこう公園感のあるスペースになってますね。公園って感じのスペースになってますけどね。なんか前回の動画でご覧いただいたように、なんか基本的には日本庭園みたいなねところがメインになっているようですけれども、多分ね、この季節によってはこの辺りすごくいろんな木々って感じではないけど、なんとなく過ごしやすい空気もあるんでしょうかね。ちょっとこうベンチ的なところも少ないから、一箇所くらいしかないから、そんなに長居するところではないのかもしれないですけど、なるほどね、いいですね、こういう感じの空間いいですね。音楽評論家っていうね、この肩書きも憧れますよね。なんか音楽について評論するっていうね、紫綬褒章を受章されている方は文化功労者とかになられている方なんですね、なるほど。本当はね、中もちょっとこう見せて差し上げたいみたいな感じするんですけど、撮影禁止なのでね。おしゃれですね、邸宅もね、すごくおしゃれな感じになっております。ということで、謎の公園の招待でした。どうもありがとうございました。